られちゃうの。エリシア、そんなことしたらパパお仕事できなくなっちゃうよ。エリシア、パパお仕事いっぱいあるって言ってたもん。やだよ、埋めないでよパパ。殉職で2階級特進ヒューズ准将、私の下について助力すると言っていたやつが上に行ってどうする。バカ者が。大佐、錬金術師というのは嫌な生き物だな。注意、今頭の中で人体錬成の理論を必死になって組み立てている自分がいる。あの子らが母親を錬成しようとした気持ちが今ならわかる気がする。大丈夫ですか？大丈夫だ。いかん、雨が降ってきたな。いいえ、雨なんて。いや、雨だよ。そうですね。戻りましょう。ここは冷えます。